皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は中学校2年生社会科歴史の兵農分離と朝鮮侵略の内容です。教科書は108、109ページです。前回織田信長と豊臣秀吉によって全国統一がなされました。戦いは終わったのですが、それだけでは国は平和にはなっていきませんよね。安心して暮らせる、世の中にはなりません。それで秀吉はどんなことをしたのかを今日は考えていきたいと思います。小学校で習ったことを思い出しながら学習しましょう。では今日の課題です。今日の課題は、豊臣秀吉は国内でどのような政策をとり、また外国とはどのような関係を持ったでしょうです。では、最初にね、国内の政策について学習していきたいと思います。秀吉は大きく2つのことをやっています。まず1つ目は、農民を掌握し、そうですね、租税、税金をしっかり取るためにどうしたらいいかっていうことで、そういうことを行います。後で赤の中に入れてくださいね。それをやるためには、あるものを統一します。全国どこでもね、同じような風にしたかったので、あるものを統一して全国同じものを使えるようにしたのです。それによって田畑の面積や、そうですね、田畑のいい悪いですね、日当たりとかそういうことによって、よし悪し、そういうものが分かります。そういうものを検地帳というものに書いて、検地帳に書いて、こう誰も見てもね、分かるようにしていきます。教科書の108ページの資料1234にこれが載っているので、ちょっと開いてみてください。はい、開けましたか。そこに検地帳が載っています。その検地帳を見ながら、そうですね、収穫量のことは何て言ってるのかとか、他に検地帳にはどんなことが書いてあるのかをちょっと読み取ってもらいたいと思います。収穫量が決まってくると、何がきっちり集めることができるようになるんでしょう。さらにこういうことを書くと、農民に土地の何かが認められるということになるんですね。ここまでのところを教科書を見ながらノートにまとめてみましょう。ではどうぞ。書けましたか。確認していきましょう。対抗検地ですね。物差しやマスを統一して全国どこでも、同じものでできるようにしました。検地帳には収穫量、石高っていう言い方をしますね。それから耕作者なんかが書いてあるんですが、読み取れましたか。この石高によって年貢なども、これを基準として年貢を納めるようになりました。耕作者が決まったので、農民に土地の所有権が認める、この土地は誰のっていう記載がされるようになったので、逆に言えばこの土地はその人にその土地のものだっていうことがしっかり分かるようになったわけですね。今までのこれによって、今までの荘園制度なんていうものがね、完全に廃止されるようになっていきます。2つ目の政策としては、農民たちが耕作に専念できるようになったことと、もう一つこう理由があるんですけども、それで1588年からこんなこと、小学校でも多分学習していると思うんですけども、教科書見てちょっと調べてみてください。資料の108ページの資料5にもその資料が載っているのでね、そこから言葉を見つけてもらってもいいかなと思います。
それにより、こういう政策により武士は刀を持って城下町、農民は鍬を持って村にっていう構図がこうはっきりしてきたわけ。でこんな風に身分の区別がつくようになってきました。これを何て言ってるでしょう。これにより、近世の社会の仕組みが固まってきたっていうことがここからわかります。ではここまでのところを、ノートにまとめてみましょう。どうぞ。はい、確認していきましょう。一揆を防ぐために、刀狩りを行ったのですね。農民たちもこうなかなか武器をこう手放さなかったと思うんですけども、大仏を建立するからそこに出せば、来世までね、後の世まで救われるなんていう条文が、出たことによって、農民たちもこう武器を出しやすかったんじゃないかなと思います。はい、それによってこういう構図ができて、身分の区別、兵農分離なんていう言い方をしています。これによって、古い制度ではなくてね、新しい近世の社会の仕組みが固まり、世の中が安定していくというような形に、ね、なっていきます。その一方で秀吉は海外との貿易にも力を入れていきます。広くアジアにこう進出していくんですけども、特に東南アジアへの貿易は、推奨していきます。しかし一方で日本と一番近い朝鮮ですね、その国には侵略をかけていきます。こう2回攻めるんですけども、後で言葉を入れてくださいね。最終的には中国の明ですね、ここを侵略したいと考え、朝鮮に侵略をかけていくわけです。途中1回目、この辺まですごくこう日本の勢力が強い時もあったんですが、民衆の抵抗や、そうですね、水軍、日本からも水軍が出たんですけども、こっちからの水軍の中に押し戻され、激しい抵抗に遭い、そうですね、最初のこの劇は失敗に終わっていきます。その後こう少し話し合いなんかもするのですが、日本はもう一度攻めていきます。しかしそれは日本で秀吉が亡くなってしまう、病気で亡くなってしまったので、それをきっかけに引き上げをしていきます。この戦いによって武士や農民たちも苦しくなってしまって、最終的には豊臣氏の弱体化につながり、豊臣氏はだんだんこう弱まってしまうということです。ではここまでのところをノートにまとめてみましょう。はい、どうぞ。はい、2つの駅書けましたか。文禄の駅、慶長の駅ですね。2回、日本は朝鮮を攻めていったわけです。これにより、豊臣氏の弱体化の原因の一つになっていきます。外国とはこのようなね、東南アジアに進出していったり、近くの国を攻めたり、なんていうこんな関係を築いていきます。今日の課題は、豊臣秀吉は国内でどのような政策をとり、また外国とはどのような関係を持ったでしょうでした。国内での政策、そうですね、検地とか刀狩りという言葉、海外との関係、貿易などの言葉を入れながらまとめを書いてみましょう。ではどうぞ。はい、書けましたか。先生はこんな風にまとめてみました。秀吉は検地と刀狩りを行い、社会を安定させた。また東南アジアと積極的に貿易をする一方、朝鮮を侵略した。今日は出てこなかったのですが、ヨーロッパとの関係もこう入ってもいいですね。キリスト教を制限したなどのような、ヨーロッパとの関係も書いても、良いと思います。はい、では振り返りを書いてみましょう。ではどうぞ。
皆さんどんな振り返りが書けましたか。そうですね、この後豊臣につながる、次の後継者は誰なのかなんていうことに興味を持ったり、この後の身分についてですね、そこに興味を持った人もいるのではないかと思います。次回はこの時代の、安土桃山時代の文化について学習をしていきます。それでは今日の学習は終わりにします。ありがとうございました。